茶番のカラーも初日から自身への追い風となりそう、6番の藤巻。3番手には2番青木美穂が行きました。急遽の追加となった今回、立川での5月のシリーズでは2日間の勝ち上がり戦で連日1番時計の上がりをマークしていました。少し車間を空けている3番手2番の青木、その後4番の西島かの子で1番の穂立沙織、後方からまた外から並びかけていく3番の野本玲奈は5番本田優との並走となっています。3番手少し動いていった2番の青木美穂が石井博子の前に出まして、勝負どころ4番手4番の西島かの子で、さあ後方から踏んでいく3番の野本玲奈、先頭は単独2番の青木美穂、この追走で7番の石井博子で3番手以降集団、6番の藤巻、外並びかけて4番の西島かの子ですが、3番手は6番の藤巻が守ります。その後に内に5番の本田優、最後方から3番の野本玲奈のまくり足はどうか、もう一度4番西島かの子も踏もうとしているが、絶好展開は7番の石井博子、追走し続けて6番の藤巻、その後4番の西島は逃げる2番の青木との争いか、先頭7番石井博子で合輪、2着は6番の藤巻と逃げた2番の青木美穂、並んでいます。